おっはろー、だごくんです。えなりです。イエーイシェイ。はい、今回は TikTok で大バズりしそうな新スイーツを作ってバズらせられるか検証していきたいと思います。バズりそうとか、このスイーツ作ってみたいっていうスイーツを新しく作って、うん、TikTok に実際に載せます。いいね数が多い方が勝ちです。なるほど。はい、そういう企画をやっていきたいと思います。はい、ナーズロープグミがあります。これはもう固定で使わなきゃいけないお菓子です。あー、もうバズってるからね。バズってるから必ず使わなきゃいけない固定のお菓子になっています。はい、だからナーズロープグミ×駄菓子をバズらせられるスイーツが作れれば OK です。はい、それではやっていきたいと思いまーす。よいしょー。じゃあこれ、あ、なるほど。じゃあこれに入れて作っていきたいと思います。あ、青になった。お、すごい青くなってきた。50回粘り気が出るまで混ぜます。めっちゃすごいね、ほら、うん、ほら、スライムや。で、これで B のあれを入れるんやって、粉を。なんか B の粉入れたんですけど、これ入れんでもなんか成り立ってたんやけど、これなんなんやろうか。やば、え、これ、え、これなんか大福みたいになっちゃってるけど大丈夫？本当に合ってる？え、あ、でも、あ、色が変わってきた。すごいじゃん、思い浮かばなかった。確かにそうだね。おっしゃ。見てこれ、ほら、わかったわかった。じゃこれは、これで出来上がりにしとこう、俺は。え、パチパチ鳴ってる。うわ、横から見た顔すんごいブス。これに私はハマってました、このパチパチに。わかる、それ好き。僕はですね、このナーズロープの粒を一個一個こう取っていきたいと思います。あ、ちなみになんですけど、はい、自分で食べるわけじゃなくて完成したら相手のを食べます。はい、じゃあ嫌やな、そんな指でネチ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 なんか水飴触ったやつ。やばっ。それもっと、もうカメラの前で一回やってみて、もう、あ、そう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 、それで。うわ、横から見た顔すごいブス。あなたそれ手元映さんで大丈夫かいな。本当に。私はこんな感じになっております。タコくんは何やら実験のようなものをしています。料理というのはですね、芸術と一緒ですから、もはや。うわー、汚いな、なんか。お前、人けなすの得意やな。おー、やめろよ、何してんねん。ちょっと待って、ちょっと待って、何してんねん、何してんねん。おい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 、待て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 、俺が作ったやつやから、それ。あんた、ちょっとそれ、私が作ったやつ、これ。よし。おい、戻すなよ。お前やめろってマジで、何して、おい、何してんねん。はい、ということで私は完成しました。すごーい。じゃじゃーん。あ、すごい、信号機になってる、信号機。赤、青、両方、いいじゃない、フーとパーです。うわ、でもすごいな、なんかな、感じないってないですか。バズったとしてもこれ誰も作られへん。確かに。はい、ということで完成。いや、手元じゃ取っていきますか。はい、私が作ったのはこちら、綺麗なカラフルなナーズロープ×駄菓子のコラボレーションです。信号ミルクレープを意識して作りました。こんな感じの信号機があったら、いや、みんなバズれるんじゃないかなっていう気持ちを込めて、バズれそうな TikTok 動画を撮るので、皆さん見ていいね押してくださいね。僕が作ったのはこちらです。じゃららららららら。わあ、すごくないですか、これ。これは実は様々な楽しみ方があります。まずこうね、水飴をこうつけて、ここにこうつけてね、食べてもいいし、
あとはこれをつけて、こっちにつけてね、こうやって食べてもいいし、こっちのスライムにこうやってつけて食べてもいいし、さまざまな食べ方ができるのはこちらなんですが、なんと最後にですね、これね、なんで真ん中がグラスになってるかって言ったら、最後ここに全部入れた時に層になってね、パフェが出来上がるという、そういう仕組みになっております。で、そちらの様子をね、今から TikTok の方で撮っていこうかなと思います。はい、ということで、できましたー。え、TikTok 撮りましたじゃない。できてるのは撮ったんだよ。いやー、ちょっとね、びっくりするぐらい映えなくなっちゃいましたよ。やばいね、なんか、海の中の草原って感じ。なんやそれ。地球っぽいねとか言ってくれるのかと思った、これ。ライトをさ、ちょっと撮って撮って。こうやってやったら、あー、めちゃめちゃいい感じになるんじゃねーみたいな、これほら。やっぱ海の草原やな。はい、ということで、私は、じゃじゃじゃーん。え、ちょっと待って。なんか食べるみたいな言ってなかったっけ、なんか相手のやつをみたいな。あ、そうだよ。めっちゃ美味しいから。ほんまに？それでは、いただきます。はい。まず俺から。食べないんじゃない。今の一口で体ぶっ壊れそう。どういうこと？めっちゃ体に悪そう、これ。ひどいな。そんなことないわ、きっと。めっちゃ美味しいのに、めっちゃ体に悪そうな味する。じゃあ、エニャリどうぞ。はい、下からちょっとすくって食べてみて。うわー、すごい伸びてる伸びてる。カップルーンってなった。いただきます。なんだよこれ、うまっ。じゃあブルーだと、お風呂の洗剤あるじゃん、うん、入浴剤、入浴剤のブルーだと、うん、ブルーだと。もう分からへん。これをこう層にしていく過程、 TikTok に上がってるんで、ぜひ皆さん見てほしいです。これ TikTok に上げて、どちらが勝ったかを、あ、コメントでどちらが勝ったか教えてねってことかな。はい、そうです。はい、ということで、この動画が面白いと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。お菓子企画たくさんありますので、見てみてください。待ってるよー。